生還するベンジー・モリーナ野球やソフトボールにおける得点とは、走者が正規に一類、二類、三類、本類の順に進塁し、本類に触れるときに記録される点数のことである。また、個人記録としての本類へ生還した回数も意味する。攻撃側の選手3人がアウトになって攻撃が終了するまでに、走者が正規に一類、二類、三類、 本類の順に進塁し、本類に触れると得点が記録される。この時、本類に触れた走者に、個人記録の、得点が記録される。走者が、ダイソーの選手と交代して、得点を挙げた場合には、ダイソーとして出場した選手に得点が記録される。ただし、第3アウトが次に該当する場合は、そのアウトに至るプレー中に走者が、正規に本類に触れても、得点は記録されない。 打者走者が一塁に達する前にアウトになった場合、自分よりも前に行った走者があるいを正規に踏んでいなかったによるアピールアウトの場合、なお打者の個人記録である打点とは異なる。野球やソフトボールでは最終回が終了した時に総得点の多かったチームの勝利となる。そのため最終回の先行側の攻撃が終了した時点で高校側の得点が 先行側を上回っている場合は、最終回の裏を行う必要がなくなるので、その時点で試合が終了する。また、最終回、または延長回の裏の攻撃中に、後攻側が先行側の得点を上回った場合は、それ以上の攻撃を行う必要がなくなるので、その時点で直ちに試合終了となる。個人チーム個人チーム個人チーム、ありがとうございます。